こんばんは、マリオ64やっていきます。よろしくお願いします。どっからだっけっていうのあるんだけど、なんでこの扉の前にいたんだっけ。あー、ここか。ここはどうなんだろう。待ってね。あ、なんか見えない壁が。これはクリア。あー、これはないね。あれ、あ、これ何、出れないの。じゃあ死のう。ちょっと待って、なんか音量がでかいな。はい、ということで、あそこは別に行かなくてもいいということが分かったところでスタートしていきまーす。ヤッフー。取ってないところが、ん、これなんかライトついてたっけ。あれ、羽のスイッチのコースへようこそ。虹のリングの真ん中の塔の上にある赤いスイッチを踏もう。この世界のすべての赤いブロックが実体になる三段飛びで空へ飛び、 ZL ボタンでランディング。操作は飛行機の操縦桿のように、前に倒すと下がる、手前に行くと上がる。まず音道さん、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかさ、いいんだけど ちょっと待って、あんなコースの発見の仕方があんの。あ、しかもなんか大変そうだこれ。え、虹のリングの真ん中をみたいな。あー、赤リングこれ飛んのも大変でしょ。え、どうやってこれ上に上がんの。上がんないよこれ以上。あ、あ、あ、ちょっと待って、ちょっと待ってスイッチ、あ、これか。ちょっとちょっといろいろ、いろいろ。待て。で、これどうやって下に落ちんのさ。空を自由に飛べる羽の帽子のスイッチを踏みました。じゃあ赤コインって多分4枚見えてるんだけど、何？飛ばなかった。で、ここで、あれ？光がなくなったな。あ、いけた。赤コインのやつも、取らなな。あー、ずれた。あ、待って、いやー、もうずれちゃったな。あるだ、場所は分かったね。5、6。あー、で、あれ、いける、いけないか。上がれ、上がんない。これ分かった。なんか連続で取らないと結構きついね。え、なんだっけ、飛ばない、飛び方がよくわかんない。え、なんか ZL がどうとか言ってたけど、あ、もう説明来ないのか。これちょっとずつ降下するから、飛行機の容量、うわー、失敗した。そうなんだよな、多分飛行機の容量で取っていけば取れるんだよね。届かない、もったいない。あれ、なんか ZL
ルでどうこうとか言ってたような気したんだけど。まあ。まあ、世界一無駄な時間をお楽しみくださいって感じだな。これ。うわー、終わった。なんか、ここが、うまくいかないっすね。あれでも取っておきたいね、簡単だから。あ、行かない。でもさ、隠しダンジョンがこんな感じであるとさ、見つけらんないよな。これ、よし、取った。よし、危な。危な。うわぁ、もう、終了。あ、でもあれくらいだったら、3段目、4段目だったら、もしかしたらあれだったかもしれないなぁ。リカバリーできたかもしれない。正面だな。正面を向いて、最初の4枚取れれば多分リカバリー効くか。よし。うわ、終わった。あ、終わった。あ、もう全然ダメ。いけるか。あ、高さはいけそうな気がする。登れ。登れない。終了。世界一難しいな。なんかこれ系の空間認知が甘いんだろうね、自分自身が。うわ、終わった。これやきもきするな。ほら、あ、3枚だろこれ。いける、いける。よし、これでリカバリーした。リカバリーした。大丈夫だ。あー時間制限。マジかよ。よし。よし。うわ。うわ。ワッハーじゃないよ、ワッハーじゃ。よし。そうそう、時間がしんどいか。あ、時間しんどかった。で、まあ、これ取っても、こっから、飛べる方法がよくわかんない。飛ばないもんな。なんだっけ。なんか、ホップ、ステップ、ジャンプで飛べるみたいなことは書いてたな。いや、もういいや。今日はこれに1時間かけよう。終わったー。よし。
よし。あー、なんか加速しないで。よし、危ね、危ね、加速しないで。あ、終わった。違う違う、ここまで来て。あー、あと1枚、まずい。うわー、これちょっと羽マリオの飛び方だね。マリオ64、羽マリオ飛び方、羽マリオ難しいっていう検索ワードもあるね。三段ジャンプ、三段ジャンプするともう飛ぶのかな。わかんないですね。多分そんな気もしますね。まあだんだんコツは掴んできてるね。よし、まあ進入角度だね。よし、あ、ピッピーとか言わないで。よし、フフーとかも言わないで。あ、終わった。ワッハーとかもやめて。あー、角度厳しい。終わった。はぁ、もう、あ、飛んだ。うわ、足りねえ、高さが足りなかった。いや、高さ足りない。あー、なるほどね、これ無限脇か。飛び方は分かったね。あぶれ、あー、もうくそうまくいかない。よし、なんか急旋回するとちょっと良くないもんね。危ない、加速した。うわー、もう加速これ、よし、あ、消えそう。危ない。まあ、こっから耐えていくしかないな。ちょっと、もうあー、もう沼った、沼だな、ちょっと沼ったな。ゲームはさ、こううまくいかないと沼るよね。真ん中の虹のリング取ったら実は上昇気流が湧いてるとかありそうだけどね。ヤッフーじゃない、あ、角度いい。よっしゃ。うわー、くそ、あ、いいいいいい、オッケー。あー、長かったな。うわ、もう今のは下打ち案件だね。いやー、もうスタートから鬼門すぎる。いや、ちょっと、あー、角度、あー、まずいな。
羽の効果消えそう。いやでも羽の効果消えた。嫌になってきたな。ワッハーとか言わないで。危ない。ああもう始まった。よっしゃ、ちょっとぐるっと。オッケー、これで大丈夫だろう。あー危なかった。いや危なくないよ、もう散々ミスってるけど。いやー大変。あーこれでも気づかないでしょうね、普通にやってるとね。いや気づくのかな、どうなんだろう。攻略本ないときつくない？でこれは上に行く話だから。これここに行けばスタートなんだけど、届かないかな。あーなんか微妙だったな。あ、なんかすげえ何とも言えないところに落ちたね。あ、あるじゃん、羽。羽あったな。あんなところに。まあいいや。うわ、危ない。え、ここって赤コイン全部取ったんだっけ？取ったような気もする。あんまり覚えてないな。あれ、なんか玉の数多くない？うわ、あれ玉の数多くない？うわお、あれ弾の数多いな。うわっぶねー、危な。これで羽マリオになってどこに行くんだろう。いやいいんだけど。いや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 、わわ、これじゃ意味ないんじゃん。いやいやいや、羽マリオ難しいな、なんかすごく。で、なんか意外と、あ、消えた。意外ともっとなって思ったんだけど。羽マリオむずくない？ちょっと羽マリオ系のコイン取るのやめよっかな。なんかいまいちつかめないね。
危な。多分羽を取って、恋のリングの方向、こっち側にこう行くんだと思うんだけど。うわぁ、もう最悪。あ、あれじゃない？この下の羽マリを取ってから大砲撃たれちゃった方が早いんじゃないの、実は。落ちろ。うん？ああ、上か。あれ？いなくなった。いやー、もう方向がわからん。なんかやるのはわかるな、音が違うもんね。まあやらせたいことはよくわかるんだけど、ちょっともう。なんかあんまりうまくいかないな。むずい。あ、しかもやめらんないのこれ。あれ、やめらんないのか。すごい謎の回になりつつあるな。むずいね。4。あれか。ああ、取れなかった。多分あれ全部取ればいいんだろう。今4だったな。真ん中のリングの真ん中のコインを、ああ取った、出てきた、よかった。大変だった。すげえ大変だった。まあ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 、頑張った甲斐があったけど、ここまで24分かかりすぎ。ワンワンの犬小屋で、ああまああったけど、あれどうやって飛んだろう。ワンワン倒すってこと？これ問題説明してくれる説明がないからわからんのよね。あ、いけなかった。あ、マジか。俺はもうインターネット発動するよな。うわ、もう。ワンワンどうすんのこれ。何したらいいのこれ。ここで、これヒップドロップして外す的な？あ、ぽい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 。すげえぽい。あ、すげえぽい。でもちょっと死にそうだからコインを。あれでワンワン外すと、ワンワンが、小屋に突っ込んで、じゃない？パターンとしては。なんかあと、
フィールドごとにね、コイン100枚取るとスターが出るらしいんだけど、まあそれはちょっと必要がないのであればやらない。唐突に。うわ、わかんねえ。どうした？ああ、まあそういうことだよね。だと思ったわ。よっしゃ。ボム兵の戦場全部取った。バッタンキング取った。海賊か。海賊が取ってない。水の中ってなんかめんどくさいとか言ったら怒られるのかな。でもめんどく。ここだっけ？水海賊船？あっちが、これ寒い寒いか。水の中って確かにちょっと大変だからね。ああ、あったわ。沈没船のお宝。レッツゴー。これ赤コインは取ってないな。これ取れんのかな、赤コイン。取れそうな気もするな。沈没船？あった。なんだっけ、あのウツボ出さないといけないんだよね。確か。出てくんの？え？あ、でも死ぬな。待って待って。死ぬ死ぬ死ぬ、死んじまう。あれ、ウツボどうやって出すんだろう。突進すんのかな。いなくなった。まあ、いるだろうな、近づいたら。あ、出てるわ。いつの間にか助かる。まあそうだよね。それで宝箱。ん？あ、あー、なるほどね、そういうことか。あ、当たった。死ぬ。ああ、いい感じ。よかった、空気回復して。そういうことか。これ滑っちゃダメなやつじゃない。で、これ登っていくんだ多分。そうでしょ。うわー、もったいない。あー、ちょっともこれ多分上にハテナブロックがあったから。うわー、もういやいやいや、待て、なんだこれ、滑るな、めちゃくちゃ。でも結局上がっていかなきゃ無理で。うわー、水水高いうちに上にいるべきだったやつだ。お、よし。あー、もう止まった。
おう。ん？おう。ああ。これむずくね？うわ、ちょっと、ぶね。こっから上どうするんだ、これ。お、いった。あった、これでしょ。ああ、でしょうね。ああ、大変。マリオ。マリオ、試練が多いな。あ、間違った。セーブしないかもしれない。したかもしれない、でも。出てこい、巨大ウツボ。ん？あれ、水位下がってないか。あ、沈没船上に上がってるような気がしないでもないね。あ、これであれか、赤コインが取りやすくなってんだな、沈没船出したから。あ、多分そうだわ。へぇ。ん？巨大ウツボ？あれ、スターあるよ。普通に。何あれ？あ、あれ、空気が邪魔して取れない感じか。あー、なんだっけ、メタルマリオになんないとダメなやつね。ちょっと待って、ウツボいない。ん？ん？あ、取り損ねた。ウツボいないよ。ウツボこの先に移動してるってことは多分ないな。出てこい、巨大ウツボ。え？こっち側にいるか。ちょっとグラフィックの関係でね、近づかないと見えないからね、いないんじゃない？あ、どっかから出さないといけない感じか、もしかして。そう。どっから出すの？いや、でもこっちにいないと思うな。ドッシーの方にいるんじゃない？ドッシーの方に。違うな。あれ、こっちはなんだっけ。こっちもあったんだよね、宝探しか。あれ、こっちはないな。うん、迷子になった。あ、ここじゃないのか、そもそもね。え？ああ。これもう赤コイン狙いに行った方が実は攻略早い可能性もあるな。あれ、こいつ開くよね。
もいるんだっけ？マク？あ、カメか。こっちに赤コインあるね。で、スタート付近に2個と沈没船周りに3つあったから、あ、もうすげえ迷ってるわ。あー、ぶっ飛びもあんのか。あれ？なんかもう1個ぐらいなかったっけ？水中だな。水中にあるね。あ、あるわ。水中に2つ3つ。取れ。ああ、3。おお、4。あれ、今度ここをどうやって登るんだっけ？ああ、しかもあいついるわ。ぶっ飛び解禁のやつがいる。大砲で何するんだろう今度。うん、5で、あと沈没船のあたりだね。6、7、8だから、そうだね。お、ほら、6。あ、これ何？いけない？あ、ダメか。これ乗ってないとダメなパターンか、多分。あれ？え？ホップ、ステップ、ジャンプでいけそうでも。よし。で、8枚。よっしゃ。まあまあまあ。これで1つクリアでしょ？あー、あと30枚まで、もう1枚か。ウツボがどこにいるのか全然分かんなかったけど。ウツボ、ウツボどこにいんだろうね。これどこ行ったらいいんだろうな。こっち？マップの外行ける？あ、行った。あ、ダメだ。見えない壁があった。ってことは、沈没船のところに行くショートカットだね。これか、これに捕まる系だな、多分。あ、なんか頑張れば捕まえそうな気がした。あれ、なんかドッシーがいるところってどうやって行ったんだっけ。沈没船の裏？あ、違うな。
ああ、ウツボいるじゃん。いた。ああ、出てきた。ん？あ、死ぬ死ぬ。ウツボ見つけたから。あいつを、引っ張り出さないといけないわけか。ちょっと今多分近すぎたんだろうね。あれ？いなくなった？あれ？ウツボ。あれ？いなくなった。あ、いた。あ、どうした？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 これをどうすんの？ああ、そういうことか。あ、死ぬ。ああ、なるほどね。出して尻尾ね。なるへそっすね。これ先端掴まれんじゃないのかな。あ、なんか掴まれそうな気するよね。ウツボ、あ、いた。まず一回出すよね。あ、来た。で、多分出たんじゃない？うわ、出てない。出ろや。うわ、出てない。マジか。死ぬ。無駄死に、無駄死にする。無駄死にした。大変だ。すげえ大変なんだけど。あー、なんかあったな、上に。出てこい。うわ、出てこない。なんだこいつ。あー、やっぱりなんか今スターが見えたぞ、上に。あれ、なんかと、そういうこと、そういうことだと思うね。あー、来た来た。おお、あー、もう、なんだよ。逃げるんか。うわ、びっくりした。お、来た？来てない。あ、来た来た。あっちゃー、今チャンスあった。うわー、取れないか。取れそう、取れそう。うわー、すげー、うわー、すげー、取れそうだったけど、一回当たったら死んだ。おいおいおい大変だな。まあコツはあるんだろうけどさ、大変だねこれ。まあコツはウツボ出るところでしょうね。
掴め。いやー、掴めないのか。もっと上。今一瞬掴んだな。うわー、もう、あー、待ってらんなかったな。ママミーア、終わんねー、これマリオ終わんない。今日はちょっと絶不調に近いね。ああ、今度高すぎた。あれ多分ありましたよね、スターそこにね。あれ多分大砲で先端掴んだらいけるんだと思うんだよね。で、多分この洞窟の横で待ってるっていうのがいいんじゃないの？当たり判定的には。あー、惜しい。あー、オッケー。で、外れるんか。あれでゴールでよくない？よし、これで30個目。あー、大変。30個のパワースターを取り戻し、大きな差のドアが開くようになった。2本の柱をヒップドロップしてみたか。帽子はなくしてな…2本の柱って何？帽子はなくしてないか。砂漠でなくしてならハゲタカジャンゴを探せ。え、どういうこと？クッパは海からこの地下に潜入したらしい。とうとう奴を追い詰めたぞ。でも質問の意味がよく分かってないね。岩の柱へ人と、まあ多分そうなんだと思うんだよね、それは。それはまあ狙いとしては全く合ってると思うんだけど。この辺？いった！よっしゃー、掴んだ。掴んだ。うわー、これつら。いや、違う。ほら、失敗した。あー、そういうことよねだもんな。おっしゃ、オッケー。これで31個目。もうないかな。あるか。あった。吹き出す。あ、これは多分、なんだっけ、メタルマリオとかになってないと無理だと思うから、緑のスイッチ出さないと無理でしょう。この鍵、あ、違う。地下か。
あー、鏡？ウォーターランド、クッパの潜水艦。なんか水が続くね。あ、ウォーターランド。上。ん？下。上に上がるのかな？ああ、潜水艦あるね。なるほど。何あの赤コインの配置。ああ、あったわ。なんだあの赤コインの配置。え、コース9 9 7 5 5 6 8を出してない。あれ 8？ あ、8っぽいのが手前に。なになに。あー、はいはいはい。あー、なるほどね、そういうことね。あ、沈んでるんだこれ。なるほど。あ、もうダメじゃん。唐突でもないのかな。ドンケツがいる。ドンケツが。ビリビリ君がいるね。え、これなんだ。ああ、そういうことか。いや、むずくね。ああ、もうあっぶね。おお、ナイスナイス。いや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 、もう。そういうことね。むずいな、なんか。空間認識か。これなんかジャンプうまくいかないんだよな。うわ、なんかダメだね。はい、乗った。じゃあこりゃ。
ああ。もう全然わかんない。ほうほうほう。ああ、届かないのか。あ、死ぬ？マンマミーヤだね。これは。あ、ワンアップ取れるから、あれなのか。ぬるくなってるのか、ちょっと。あれ？でもなんかルートあるじゃん、こっちに。別の。これ何？赤コイン。いやー、ここにも赤コインあるんだ。へぇー。あ、これあれ？壁キックで登るってことか、もしかして。その可能性がややあった。ややあったが、しくじったな。よし。危ない危ない、ちょっと休憩したい。ああ、こんなところにね。で、これがその下の足場に乗らないと多分届かないね。ほう。なんかルートが分かれてますけど、上、あ、まあそうか、赤コインか。あれみたいね、サスケみたいになってんだけど、あれ、これは、ああ、うん、サスケなんだけど。すごいもらえるな。そんなに難しいのか。あれ、なんか下がってきてる。あれ、ここにも上になんかあるな。ああ、そういうことか。赤コイン結構取りやすい可能性もあるね。これもワンアップ？コインか。ん？今度下がる？あ、そっちない。あー、いいとこまで来たのにな。マジかよ。コース長。あ、死ぬ。あ、死ぬ。死んだ。今日なんか同じこと繰り返すの多いな。あ、もう最悪、最悪。でもなんかここクリアしたいね、今日ね。
はい。ワンアップ、どんどん難しかったな。危ない。ああ、もう。もう嫌だな。ここもあんまりうまくいかないんだよね。ほら、なんか変なとこ飛ぶんだよな。毎回なんか、ハハハハハハって言ってる方がゲットできるっていう。サスケか。危ない。よし、ここにもワンアップあるね、確かね。ん？どこだっけ？ああ。で、追われる。で、これコインだね。で、ここでやられたんだな、前回。よし。こっからのジャンプがあんまりうまくいかない。あー、待って、危ない。これ降りちゃった方が違う。あー、まあでも結果オーライ。ほんで下か。これさ、壁キックの方が実はいいのでは。おお、反対側は？ああ、赤コインか。お。ああ、なるほどね。こっからか、本番？いい加減にしよう、マリオ。いつも我が輩の邪魔をしようって。せっかく怪物たちと楽しくやってるのに、スターを返すんだ。壁の中の奴らにはそいつがいるんだよ、ガハハ。ああ。わあ。あー、取れなかった。あ、消えた。え、どこにあった。あー、これか。ちょっと、もうちょっと引きで。あー、もうわかんないわ。バイバイ。よっしゃー、一発。2発ぐらい当てないとダメ。グググはこうも簡単にやられるとは。スターの力が足りんのかな。我が輩が絶好調の時なら貴様なんか敵ではない。今回は引き分けだ。あ、オッケーオッケー。ピーチに会いたければ塔のてっぺんまで登ってきてみ、見て、いやー、登ってきてみろ。待ってるぞ、ガハハ。で、鍵。多分中央の鍵が開くんだろうけど、
なんかマリオすごい大変だね。あれこれ何？あれこれなんだっけ？ここの入り口。で多分ここが開くんでしょ？もうダンジョンか。あれでもん？あ、ここからいろんなとこ行きやすい説。パワーさんのおかげでお城に元気が戻ってきました。クッパなんか追い払ってください。お役に立てならお城の話をします。鏡の部屋では鏡に映らないものをよく見てください。水の町へ行くときは絵に飛び込む高さによって町を、あーすっかり水浸しにできます。あ、これ見つけました。あー喋ってった方がいいね。高さなんだ。そうだ、コインを集めてますが、15のコースではコイン100枚取るとスペシャルスターが現れます。なんからしいんだけどね。これ行ってないか。でかい。うわ、でかいな。チビテカアイランド。コース13まであんの。一気に来たね。巨大パックンフラワー。ああ、なるほどね。はいはい。巨大パックンフラワー。ジュゲム的な。これあれか。え？違うな。今日35ぐらい欲しいね。あと2つ？あー、またこれも土管があんのか。うわ。おお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 。そういうことなんだ。なんか今結果往来だったな、マジで。あ、落ちる落ちる。あー、もう無理。巨大パックンフラワー来ないのこれ。あー、でかくなった。あーはっはっは。これ落ちるかな。落ちるんだろうな。あいつのとこ行きたいな。うわ、なんかなんかこのコースちょっとうるさいな。弾か。わあ、すげえ出てくる。とりあえず上行ってみるか。
とりあえず上行くべきでは。いやマジ危な危な。え？赤コイン。今度チビになったね。これ上は登ったからな。何したらいいの？のこのこ。え、何したらいいんだろうな。なんか、なんかやりそうだな。何にもしなかった。おお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 お。ああ、なるほど。これで大砲が使えるようになったわけだね。巨大パックンフラワーだから、まあ、ああ、これでこっちのルートに行けるのか。巨大パックンフラワーがいないんだけど。あそこ？この下？あ、いたわ。え？ファッ？あ、来た。おお。こいつを倒すの？ああ、3体。でも出てこないでしょ。そうすると、ここにスイッチがあったね。え？いやーもう謎だわ。これコイン100枚目とかでしょ。死んだ。え？何がゴールだったんだろう。こういうの入れないんだ。入れない。ああ、鏡の部屋ね。鏡に映ってないもの、ここか。おお、雪だるまのおでこ。滑る。
なんかいるな。なんかいきなり難易度が跳ね上がったな。アイスブロックシューターを三段飛びなどして飛び越えてはいけません。あれね。これを三段飛びで越えろってな。これうまくいかない。もうサスケじゃん。そういうことね。あ、全然違ったわ。あっと。むず。なんかいきなり難易度上がってる。これ木は滑らないのかな。角度ついてるから滑るのかな。あ、滑らないね。ペンギンがいるんだけど、あいつ落ちないな。しかも落とされる。わしの体に登ってはいかん。そういうやつはみんな吹き飛ばしちまうぞ。あー、はいはいはい、意味わかった。ペンギン風よけなんだ。マジ。今うまくいったと思ったな。あれ、スターが。これ大砲で壊す系？どこここ。あら、帽子が吹き飛ばされた。これ何？帽子が飛ばされるとなんか悪い効果あるんだろうね。これ説明は？ああ、はいはい。うわ、船。あー、ジャンプ。いやー、これ大変だな。やってらんないね。うわー、何？後ろにバックすんの、あいつ。ひどい。あれ、走り幅跳びでダメなのかな。あ、ここもダメか。なんかいきなりすげえ難しくなったんだけど。ここ、バックしてるな、確かに。
バックするとかなしだよな。もう分かってた、分かってただけど滑った。もう辛くなってきたな。カメラ持ってくるでしょこいつ。よし行った。うえー、なんでどっから出た今。まあ、あれクリアするのしんどいな。ああ死ぬ死ぬ。わあちょっとあれなんかよし届いた。あのペンギン。進んでバックするを繰り返すんだな。で、風の場所が結構あれなんだ。広い。バック。ダッシュ。あ、行った。なんかたまたま。つらー。滑りそうなんだけど。いや大変だ。なんだこれ。氷の国のドンケツ。ドンケツいた。確かに。風、どっから来てんのこれ。ドンケツいたな。あれか。風いたわ。あは、ああ。なに、ダメージ設定ある。落ちたら。マジか。
そー死ぬ。マンマミーヤ、マンマミーヤだね、本当に。なんかえらい難しくなったような気がするんだけどさ。でもあいつか、風まずリングに上がりたい。これ聞くのかな？ん？聞いてる？これ。あ、ダメ、押される。うわ、くそ。もう、なんだよもう。わわ。こいつ邪魔だな。うわ、倒せない。いやもう邪魔な敵多いな。あ、倒せないよこれ。あ、倒せないんだ。マジか。で、これ氷の中落ちたらやられるしね。避けなきゃいけないんだよね、こいつね。来たー。あっぶね。あっぶな。いや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 、これマジ、マジ無駄。いやーもう大変だな。いけいけ、よしよし、た。あー、オッケー、簡単だった。一回でよかったのか。これで35個、もうちょっといけるかな今日。氷のオブジェ、オブジェあった。こいつなあ。あ、これ迷路になってる？あ、迷路になってるな。ああ、そういうことか。はい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 。え、簡単なんじゃない？あれ、どっかだ？どっかにあるんだ、入り口が。上か。いや、わかりづれ、これ。よし、掴んだ。あー、なるほど。いや、落ちていいよ。そうなんだ。赤コインはちょっとめんどくささが勝ってるな、今のところ。冷たい池を越えて。いや、まあいいんすけど、説明が欲しいんだよね。どうしたら、どこに向かったらいいよみたいな。赤コインが1234 5あるだろう。もうとりあえず
赤コインの方が楽なんかな。ちょっと赤コイン、あ、こいつめんどくさいな。赤コイン拾いながら、ちょっとその冷たい池を越えて狙ってみるか。これ違うもんな。あれ、この先ってことか。あー、あるわ。確かに、ほんとだ。上がれマリフ。これ踏んでいくの？こいつを？あ、違う。登れそうでも。登れるんじゃない？登れない。死ぬ。終わったー。あ、終わらなかった。はあ？ちょっと今見えたな。やらせたいことは見えた。ヒップドロップかな？違った。踏めばいいのかな？あ、踏んだら OK だ。あー、ほんとだ。超えてきた。え？二択？まさか。あー、なるほどね。はいはいはい。そういうのありましたよね。あ、違うわ。とりあえずゴール。とりあえず、そうね。とりあえず、コインじゃない、スター稼いだ。あー、なるほど。まあ、ですよねー。赤コインがあの池のところに2枚あって、ちょっと雪だるま。あー、しくじったか。あ、なんか奇跡的にうまくいったの。うわ、こいつムカつくな。あ、登れないか。登れないんだ。あれ、違うな。それじゃまずいんじゃないか。上がれない。死ぬわ。踏めなかった。死んじゃう。こいつ踏めないな。場所が良くない。場所が良くないな。ほいーん。で、ここに偽スターがある。で、ここに甲羅があるでしょ。あ、なるほどね。マリオじゃいけないんだ。なるほど。3、4、5、6、7、8。どこ？あ、あったあった。
取れない。あー、オッケー、稼いだ今日。途中から38個目。ふわふわさんのお家。家か？ふわふわさん？あ、いけないのか。お、行った。あら、ダメだ。ここは何にもなかった。ふわふわさんって誰？ふわふわさん、あれ、これは調べる案件だな。ノーヒントすぎる。ふわふわさんのおうち、何をすればいいんだ、これは。ちょっと今、攻略を見てまーす。ルートですね。ああ、甲羅をゲットして、甲羅をゲットして、ちょっと鎌倉みたいなところの中に入っていくんだ。そこからダンジョンになってるっぽいね。あー、でもこのダンジョンは別にあれだな。攻略を見なくてもわかるから、わかるというか。ああ、オッケーオッケー。やらせたいことは分かりました。いやー、これは届かんだろうな。ちょっと邪魔だな。場所が良くないね。これで、あー、ちょっと外した。踏めないかな。あ、微妙。死ぬ。死んだ。甲羅を取って上がっていくっていうのが分かったから、まあ取りたいね。よし。いやー、踏めなかった。踏みたかったな、今。あれ、踏めなかった。ちょっと待って。ああ、死ぬ。ああ、死んだ。ちょっとふわふわさんちやりたいな。オッケー。38枚。
これ池の水とかがなくなってたりはしない。あ、こっち違う。あれ？あれ？ヘキサゴン。ヤッフー。ああ。よ。イエス。オッケー。で、これで甲羅に乗るんだろう。どうね。で、甲羅に乗って。ここを登るんだ。登れ登れ。でここがふわふわさんのお家で、まあここからダンジョンになってるから、まあこれが攻略見なくても多分いけるはず。あいつもいるわ。爆弾魔みたいな。あれ、爆弾魔を、ピンク爆弾を解放。あ、いけたいけた。あ、こいつは解放すべきだよね。でまあこっからなんだっけ、ふわふわさんちをどうにか攻略すると。もう迷路じゃん。どうなってんだろうこれ。まあ敵とかコインのいるところに行けば。おお、びっくりした。これ何？ワンピー取れないのか。あれ？あんなところにスターが。上か。どっかに上に行くルートがあんのか。これ青スイッチないと無理とかそういうことある？あ、ここだ。いや、これ青スイッチないと無理系じゃない？多分。スイッチないと無理系？やばい、攻略動画見るしかないわ。なんか変な入り方してるな。あー。
無理ですね。青スイッチ出して、青スイッチ出して、なんか透明になってましたね。透明にならないと無理なのかもしれない。ここまで戻されんの。あれ、13まで出てたね。1、2、3。3も無理で、緑出さないとダメで、4クリア、5。5? あら。あれ、テレサが。あ、はい、死ぬパターン。え、テレサ増えとるな。あ、これ壁？あ、違うわ。おお。あれ、危ない。なんかありそうだな。あ、これあれかな、テレサ全員取ったら勝ちみたいな話？見てる間は恋になるよね、この人たちね。あ、取れない。え？なんか意味があんのか。まあいいや。まあいいやって感じだ。地下はまあいずれ行くかもしれないけど、一旦保留。これがあれか。その高さによってみたいなやつね。水浸シティ。アメンボなんだ。ん？水位上がってる？下がってる？何したらいいんだろう。これ水位によって難易度変わるやつかぽいな。すげえぽい。上か。ビリビリの豆ソフト。いや、だからあのヒントをね。ヒントがないからね、ちょっとやりづらいよね。ちょっと一旦、あ、出れない。うわ、しかもここまで戻されるんか。これしんどいね、なんか。あ、階段ある。50枚。まあ、いけそうでいけないみたいな。ここは、あそこ一箇所だけか。そうだね。
これじゃあ低いのかな。何をさせたいのかが分かんないんだよな。ビリビリ違った。水位上がるんだこれで。あ、もうないわ。あー、そういうことか。違う違う、潜らないでくれ。上がらないな。こっち？ぽいね。落ちた。うわ、最悪。やる気なくなった。これ動くんだ。うん。お？あれ？全然なんか意味が分かんなかったけど。トップオブザシティ、これはなんか上っぽいよね。ちょっとで、まあ一旦水位上げますよね。あれ、あんなところにもあんのか。ああ、水位上げるやついっぱいあるね。いろんなところにあるね。これ多分水位を上げていけばいいと思うな。あそこにあるな。これか。これ押せる？あ、押せる。いや、押せるけどだ。これしかも浮くからな。ここじゃないな。なんだこれ。コイン。いけるようになってるような、なってないような感じだね。あ、こいつあれじゃない、なんか吹っ飛ばすやつでしょ。多分そうだ。うん、そうだと思った。惜しい、惜しいな、場所が。
しかもあれかヒップドロップ効かないんだよな。どっちだろうな。どこだ。ここでは違うね。10ゲーム無効か。あ、惜しい。あれもそうなんじゃないのかなって思うけどね。ああ、足場スイッチ。あ、ここか。ああ、はい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 、わかった。登って上からあれだね、走り幅跳びジャンプか。うん、これでコインリングや隠れたシークレットポイントを通ると赤い数値が出てきます。5個続けて通ると秘密のスターで、これここを、ああ大丈夫、そう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 。あれ、ドンケツいるんだけど。うわっ、なんじゃこいつ。あれ、ダメか。あぶな。ええ、ちょっと待って、ちょっと待って。10ゲーム。カメラ。危ないな。おいで。ない。うわー、落ちた。ああ、爆弾のやつもあっちにいるね。ん？何させたいんだろう。あ、ここが多分ゴールだね。ああ、オッケー、わかった。多分。登れない。違うな。ここ登れないな。もうちょっとしんど。よし。じゃあもうダメだな、カメラ。うわー、くそ。三段ジャンプ。ちょっともう、なんで回復したの。うまくいかなくなった。いやーもう
もう嫌だな。しか言ってないな、マリオ。マリオって何なんだろう、ストレスゲーな気がするなあ。別に攻略して楽しいって感じしないからな。おっと待って、謎解きゲーではあるかもしれないけど、なんか邪魔なポジションにいるね、こいつ。もう奥行き、いや戻ってきた、ようやく。もう、あ、重なってんのか、ここ。痛くねえな。あの回転、あ、なんかしんどくなってきたな。なんかここもめんどくさいし、ちょっと待ってね。カメラだな。間違った。で、その先の赤いレンガだもんね、行く場所がね。で、なんで引いたらこう横になっちゃうのかっていうね。さっきともちょっと微妙にカメラの位置が違うな。結構ね、そう、あ、これだと見やすいかな。あ、見やすい。あ、見やすい。あ、見やすいけどちょっと。あ、来た。これで OK だろう。いやー、つらい。つらかったなー。40個目。浅瀬と空のシークレット。
まあ浅瀬にすべきなんだろうね。これ戻んのもめんどくさいね。絵の前に戻ってきてほしいな。浅い。浅瀬と空のシークレット、あ、これか。1、1、あー、空間的なやつか。危ない。ここに入って上がっていく感じか。あ、ぽいかも、そうかもしれない。あれ、ここは何？ここにも壊すやつがあるな。これあれを壊して、ちょっと待ってね。ああ、まあ、あのスターはちょっと意味が分かったな。うん、オッケー。これが 2？ あ、でも水位上げていいのではないか。から水位上げまくんのか。あー、あったあった。あれ、これじゃない。反応しない。嘘。あ、おいし。あー、はいはいはい。これでまあ一般スタートと同じ感じだね。いやいや、まいったな。危な。で、まあ、あのピラミッド動かしたらもう行くかな。行かないんかな。
違う。あ、ていうかこれあれか。あれでもシークレット発動しないな。なんだあれ、痛いなってるな。痛。あれ。どうなんだ、水位もうちょっと上げるのかな。さあ、こっちも足りないでしょう。板めっちゃ上に上がってるね。あ、これあれか、バク宙？登れないか。What?この宝箱をどうするか。水位もうちょっと必要だもんね。これにジャンプすんのかな。なんだっけ、浅瀬と空のシークレット確認しよう。ちょっと間違ったな。壁キックで上がっていくのか、そもそもが。いや、違うな。何やってんだ、この攻略動画。
水位上げる。うわ、なんかすごいあれしてるな。なんか分かりづらいことやってるな。あ、これなんか仕掛けが結構めんどくさいですよ。ああ、ちょっと仕掛けがめんどくさかった。え？これ仕掛けがめんどくさいな。もっかい見よう。これ仕掛けえらいめんどくさいな。ああ、コースから一回出るか。出て考えよう。なんかもう一見初見じゃ無理みたいな感じだったな。なんかそもそもこれをどうこうするっていう話でもなかったな。なんかこっちなんかこれ系だったね。で2で3はどれなんだ。ああ、3を確認しよう。あ、3がわかんないな。え？ちょっと待って。え？なんかとりあえずみたいな。あ、これが3か。で、ここでもう動かしていいんだよね。動かして。動かす。で、これが4なのかな。
あれ、違ったわ。これか。なんかこれで上に上がるんでしょ。あ、そうだね、今上がったな。おお、4。ここは水に満ちた町。この町はあなたがここを訪れる時の高さと同じだけの水を持ってあなたを迎える。で、これで足場を作って、あ、違う違う。え、もう4時になったの、朝。マジか。ここなんだね。これが5。で、出る。はぁ。で、なんかね、これを踏むと、これが下るんだよね。ん？こっちか。あー、これも込みなんだろうね。やるとしたら。うわ、上昇していったし。だから、この一連のことをやりながらみたいな。とりあえず41。ああ、はあ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 。だから一旦浅瀬スタートで急げ金網エレベーター、多分そうだね。あ、これはもう、これもう失敗だね。高すぎるんで。浅瀬スタートで入り口を潰して、水、水位上げて、金網エレベーターで下まで行って潜って、ヘキサゴン、まあ、これは潰すよね。これを潰したらあと多分水位上げていっていいはずで、次が上か。でも水位限界まで上げた方がいいのかな。あ、いや、でも金網エレベーター考えると、全然これで上がってこれるか。これでもう水に落ちて、あ、違う。そういうことだよね、多分。待ってりゃ来ないのかな。違うんかな。降ってくるか、これもう来ないのか。あ、そう、来ない。
急げだから踏んだら速攻落ちて潜ってか。うわーマジ急ぐ系だね。急げって書いてたってことはそういうことだろうね。これを踏んで、あ、そうそうそう、あー、うん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 、多分合ってるだけどタイミングの問題だけど、タイミングをつかむのがむずいね。いやもうこれでしくじったか。これでダメだからもう一回ここにいよ。よし、潜れ潜れ。あーダメだ、入らなかった。あーくそ、よかった、タイミング良かったのにな。そうなんだ。あっとも。潜れ潜れ。上がりそう、上がった。6つ。なんか踏んでから水中に落ちて、水中に落ちてからがなんかロスってんのはわかるんだけど。まあそれにしてもしんどい。いやーもう、これ間に合ってもなんか板に乗れそうな気がしないな。後ろ向きに降りるみたいな感じかな。これ攻略法ってあんのかな。なるほどね。水位を上げずに上がっていくんだ。あったわ、根本的な解決方法が。うわー、これは本当わかんないわ。なるほどねーって感じだった。うん、ヘ
やーアウト。高いかな。あ、オッケーオッケー。そういうことねって感じだったよ、本当に。攻略法を見てきたら。危ない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 。ああ違う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 。死ぬ死ぬ死ぬ。あー、ここも上がるのかな。ここも上がるっぽいな。あ、惜しい。体力の問題になってきた。あー、いかない。体力の問題だな。いやー、ちょっと待って、死んだ。でもあれで上がっていくんだね。はあ、危ない。これじゃダメなんですよ。よし、危ない危ない危ない。あー、これ無駄、これは無駄、無駄ですね。危ない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 。なるほどね。こういうことか。これわかんないな。でも思いつかないな。いや、まあ取ったけどもっていうね。42個。これあと何個あるんだ。赤コイン、赤コインなんかあった。まああるんだろうな。ちょっとあちゃ出れない。あれ出れないか。あ、データ。はい。ということで、まあ、とりあえず今回はこの辺で終わりにしましょう。残り8個。また次回頑張っていきます。といったところで、この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。